さんこんにちは。お家で旅する世界の料理講師を担当させていただきます、ホリスティックキッチンを主催しております、さとみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは自己紹介をさせていただきます。普段スパイス、ハーブ、世界の料理の料理教室をしたり、またホリスティックヘルスコーチングという健康のコーチングをしたり、食品の輸入、レシピ作成、食に関するコンサルテーションをなど、主に食を通じて日本と海外をつなぐ仕事をさせていただいております。私が世界の料理に興味を持ち始めたのがイギリス留学中です。もともと食べることは大好きで、健康にも興味があったので、美味しくてヘルシーな食べ物の探求はずっとしてきました。ただ世界の料理に目覚めたのは間違いなくイギリス留学中だと思っています。イギリスは移民の国ですので、特にロンドンはいろんな国のレストランがあって、しかもクオリティが高いんです。イギリス料理は美味しくないと言われますけれども、その分異国料理が発達しているので私は満足していました。実際にこちらの写真にあるように、イギリス人の家庭でホームステイをさせていただいたこともあるんですけれども、イギリス料理も十分に美味しかったです。国民全員が美食家という国ではないので、もちろん食べることに興味がないイギリス人たちにもたくさん出会いました。現地にあるモロッコ料理屋さんに行った時に、今まで食べたことのないスパイス、ハーブのハーモニーに魅了して、これは何なんだろうと衝撃が走ったのを覚えています。そこから持ち前の探求心を発揮して、世界料理のレストランを探しては食べ歩き、スーパーでも見たことのない食材を試したりもしました。またロンドンの留学中にはヨーロッパ中を旅して回り、各地のいろんな食事に出会い、そこでも世界料理の魅力に取りつかれていきました。ヨーロッパは陸続きなので、週末でもフラッと旅行に行けちゃうんですね。とても羨ましい環境ですよね。イギリスが終わった後にオーストラリアのメルボルンに渡りました。オーストラリアも肉とポテトというような印象があるかと思うんですけれども、メルボルンは本当に洗練されたクリエイティブなお料理を出すレストランが多かったです。こちらも移民の国なので、各地には移民街があり、そこでは本格的な世界料理に出会いました。私が熱狂的に大ファンになったモロッコ料理屋さんがあって、そこでの看板メニューも少しアレンジをして、講座の中ではご紹介をさせていただきます。そのお店では平日休日問わず、夕方の5時ぐらいになると地元の人々が集まってきて行列を作り、テイクアウトもしていたので、お家からタッパーを持ってきて並んでいる人たちもたくさんいました。メルボルン時代には現地のローフードカフェでスーパーフードについての探求をしたり、また日本にない食の探求をとにかくしていました。ロンドンでもメルボルンでも現地の人のホームパーティーや食事会にはできるだけ参加をさせていただいたり、とにかく現地の食文化にどっぷり浸かることを意識しながら暮らしてきました。スパイス、ハーブがちょっと加わるだけでもこんなにエキゾチックな味になるんだとか、この食材とこの食材を合わせるとこんな味わいをもたらすのかなどと、日本にない味や香り、見た目、空気感に毎日感動を覚えました。そんな感動を皆さんとシェアしたいと思い、スパイス、ハーブ料理、また世界の料理に対する教室を開催するに至ります。日本に帰国後もお料理ホームステイとして南仏やイタリアのトスカーナにも滞在しました。こちらは南フランスでの様子です。フランスといえば美食家の国というイメージがあると思うんですけれども、南仏のトゥールーズというエリアで滞在させていただいたご家庭も例外なく美食一家でした。私もそうなんですが、常に食べることが頭の中にあって、それを中心に動いているんです。例えばある週末に朝からお料理、例えば今回の別動画でも作るラタトゥユのようなものを朝ささっと作り始めます。一段落したらマーケットに食材を買いに出かけます。ここの写真にあるようなマーケット、そして帰ってきたら
朝仕込んでおいたお料理とマーケットで買ってきた食材をパッと合わせてランチにして、昼からワインを飲みながら食べておしゃべりを楽しみます。昼からフルコースかのようなボリュームで、とても議論好きな家庭だったので、あれこれ喋りながら3時ぐらいまで食卓にいます。夕方少し腹ごなしにお散歩したり、お昼寝したり、休憩したらまたご飯の準備。さっきまで食べていたのに6時か7時ぐらいからまたディナータイムが始まります。今度はまたアルコールの量も増えて、夜10時11時まで宴会が続きます。こちらはイタリアのトスカーナです。こちらでは牧場でお料理のホームステイをさせていただきました。そこの牧場ではヤギを飼育していて、搾りたてのヤギのミルクを朝飲んだり、シリアルにかけていただくのが定番だったんですが、通常臭みがあると言われているヤギのミルクも、新鮮だったらこんなにフレッシュで美味しいんだなというふうに感動したのを覚えています。またこちらの写真にあるように、ヤギの搾りたてのミルクで一緒に作らせてもらったフレッシュチーズ、こちらも最高でした。トマトやナスなどの野菜も牧場の傍ら育てていたので、そこから収穫してすぐにお料理を作ってくれて、なんて贅沢な日常なんだろうというふうに感動したのを覚えています。この講座では私が当時海外で受けた感動や高揚感、ワクワク感、そういったものを少しでも感じていただけるように、気づけば日常の食卓がマンネリではない、いつもと違うものになっている、そんなヒントをお伝えできればと工夫しながら作り上げました。普段開催しているお料理教室よりもさらに身近な食材で手軽にできるものへとアレンジを加えました。ホリスティックヘルスコーチならではの視点や知識も合わせ、こだわり抜いた食材調理法で体に優しいお料理に仕上げています。異国料理やスパイスハーブの虜になって豊かな食卓作りのきっかけになったらとても嬉しいです。豊かで彩りのある食生活で体も心もハッピーになっていきましょう。オリエンテーションは以上となります。